綿貫民助とは、日本の実業家、政治家、新職。自由民主党富山県連最高顧問。全国治水砂防協会会長。慶應義塾評議員。勲章は、東下大受章。衆議院議長、自由民主党幹事長、建設大臣、国土庁長官、北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官、国民新党代表。 衆議院議員、富山県議会議員等を歴任した。日本バドミントン協会会長。父、渡抜佑民も衆議院議員を務めた。富山県東都並郡稲美町を生まれ。聖火は代々稲美八幡宮の宮司を務めており、渡抜自身も15代目に当たる新職である。旧正都並中学校卒業後、藤原工業大学予科に入学。予科在学中。 藤原工業大は、慶応義塾大学に九州合併されたが、綿貫が在籍していた、夜勤課が、戦災により廃止されたため、慶応義塾大学経済学部へ移り、卒業。大学卒業後、金が不治防責任者。1955年、28歳で、都並運輸代表取締役社長に就任。経営破綻寸前だった都並運輸を再建して、 上場企業へ成長させ、経営手腕を発揮した。なお、この都並運輸は、郵便小包みと提携している、民間物流事業者の一つである。1955年、富山県議会議員選挙に出馬するが、落選。1959年に、再び県議選に出馬し、初当選を果たした。県議を2期務めた後、1967年の、 第31回衆議院議員総選挙に出馬したが、落選。1969年の第32回衆議院議員総選挙に、旧富山県第2区から出馬して当選。以後、13期にわたって連続当選を続けた。当院後は川島発信稲葉に所属し、1973年の政乱解決制に加わるが、 同会の会合には一度も出席せずに退会した。新稲派の解散後は田中派に入会。1986年、衆議院議員運営委員長に就任。同年、第3次、中曽根内閣で、国土庁長官、北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官に任命され、初入閣を果たした。1990年、第2次山内閣で、 建設大臣に任命され、二度目の入閣を果たす。翌1991年には、宮沢貴一総裁の下自由民主党幹事長に起用された。1992年の竹下派分裂に際しては、小渕派、羽田派のいずれにも参加せず、無派閥を経て小渕派に入会した。1998年、小渕慶造の首相就任に伴い、 小ぶ派会長に就任。2000年、衆議院議長に就任。同年11月20日には、本会議場のすべてのものを沈黙させるゴース図を鳴らす。ゴース図を鳴らしたのは1946年6月21日の、被害先祖衆議院議長以来54年ぶり。2002年12月10日、議事進行原稿を一気に2枚めくったために議題が、 まだ残っていたにもかかわらず、三回宣言を行った。宣言直後に、三回の無効を宣言したが、結局決算採決は12日に改めて行われた。2003年、ボローニャ大学から、名誉博士号を授与される。2004年、神道に、功績のあった神職に送られる、長老の号を神社本庁より受けた。小泉純一郎首相就任後は、 自民党内で、郵政族議員を中心に、衆参両院議員、約200人が参加した、郵政事業懇談会会長を務め、小泉首相が推進する郵政民営化に強行に、反対。2005年の郵政国会では、衆議院本会議における郵政民営化法案の、採決で、反対票を投じる。郵政民営化法案は、参議院で否決されたため、小泉首相は、 衆議院を解散。衆院における採決で反対票を投じた議員は公認を受けられなかったため、党執行部による報復に反発し、自民党を離党。亀井静香、亀井久沖ら同じく有勢民営化に反対した議員ら5人で国民新党を決闘し、同党代表に就任した。第44回衆議院議員総選挙では、富山県第3区で、 自民党公認の萩山強言を破り、13期目の当選を果たしたが、萩山に比例復活を許した。選挙後の内閣総理大臣指名選挙後、記者団の誰に投票したかという問いに、渡抜き、タミスケ、えへ、と答えた。自民非公認組を集合した、統一会派の結成を模索したが、結局統一会派に参加した議員は、 野呂田法政元防衛庁長官のみに泊まり、2006年12月には、郵政造反組副党問題で、衆議院の造反議員11人が自民党に副党している。国民新党結成に伴い、自民党に離党届を出していたが、10月21日、自民党は離党届を受理せずに除名処分を下した。2006年3月24日には、 衆院議長経験者の重鎮ながら、ホリーエメール問題に関して、懲罰委員会で質疑を行った。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙では、直前になって、富山県選挙区で無所属の森田高の支援を決定し、自ら応援演説を行った。森田は当選後の2009年、糸川正明の民主党入党に伴い、 国民新党に入党している。2009年の第45回衆議院議員総選挙に際し、自民党の河合詰のり参議院議員が離党を表明した際、自身の富山県第3区からの出馬見送りを発表し、河合に離党を思いとどまらせた。総選挙には比例北陸新越ブロック単独で出馬するも落選。これに伴い国民新党代表を辞任し、 当最高顧問に就任した。なお、総選挙では、富山県第一区から出馬した、民主党新人の村井宗明を支援して、当選に貢献する一方、自身の選出選挙区である、富山三区には、後継候補を擁立せず、野党系無所属の相本義彦の推薦も見送った。 ため、事実上自民党新人の立花の慶一郎、元高岡市長の当選に手を貸す形になった。ただし、相元を支持しなかった背景には、綿抜きの支持者の一部が支援する無所属の柴田、匠への配慮もあった。2010年4月29日付で、東華大受賞を受賞。5月7日、新授式にて、綿抜きは、受賞者を代表して、 それぞれの分野において一層精進を重ねる決意でございますと挨拶し、秋人天皇は長年それぞれの務めに精霊し、国や社会のために、また人々のために尽くされてきたことを深く感謝しております。と述べた。2011年4月には長年の功績により、何年初の名誉市民称号が与えられた。2012年4月、 消費税増税に反発する、亀井静香国民新党代表が、民国連立政権からの離脱を表明したのに対し、閣僚であった、事件翔三郎や下地三清らが反発し、国民新党は事実上分裂。亀井静香は、代表を解任され、亀井静香、亀井明子の両名が離党。時を、同じくして、同党公式ホームページの役員表から、 最高顧問の綿貫、顧問の亀井久沖の名前が削除された。国民新党解散後は、古巣である自民党に対して関係改善を進め、2013年の第23回参議院議員通常選挙の富山県選挙区の候補者について、自身の元秘書である東子茂姫市長が自民党から立候補できるよう、働きかけを行った。 2016年11月2日、自民党の党記委員会は、近年の党への貢献を評価し、綿抜きの副党を正式決定した。国会議員として除名された人物の副党は、同党発である。ありがとうございます。